妹に会いに行く途中で事故ったのか？僕の体を奪おうとしたやつに話す必要ないだろ。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやる。それにしてもひどい景色だ。ここまでかな。これが本当に渋谷なのか。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか？ああ、それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために？あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。待て。あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後を近づけ。それでいい。恐れずにやることが重要だ。ああ、お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。チャージショック。完全にチャージしか焦るな。チャージが終わるまで待て。完全にチャージできていないぞ。一気に引き抜いてやれ。お出来だ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。何か入ってるのか？食べ物がある。使えるものは使っておけ。こんな時だからな。それもそうだな。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。嫌な気配がする。なんだ？気をつけろ。どうなってるんだ？警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。落ち着け。目に見えることを全て信じるな。素晴らしい。生きながらにしてあちら側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ？人間？もう一人。お前は愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそは逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だがお前は後回しだ。周りに触れるなと言ったよ。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。